ショーン・アダム・レビは、カナダの映画監督、プロデューサー、俳優、モントリオール出身。監督作品には、ビッグ・ライアー、12人のパパ、ナイト・ミュージアムシリーズ、ストレンジャー・シング・スミッチの世界などがある。レビは、2016年に公開された SF 映画、メッセージのプロデューサーを務め、アカデミー作品賞にノミネートされた。 2016年からレビは、ネットフリックスのオリジナルシリーズ、ストレンジャー・シング・スミッチの世界のエグゼクティブプロデューサーを務めている。同番組の3シーズンのうち、それぞれ2つのエピソードを監督している。レビ・イン・モスクワイン2011。レビは、ケベック州モントリオールのユダヤ人家庭に生まれた。10代の頃は、ニューヨークのセント・ジョージズ高校とステージドア、マナーパフォーミングアーツ、 トレーニングセンターに通っていた。レビは1989年にイエール大学でパフォーミングアーツを専攻して卒業した。1994年には USC スクールオブシネマティックアーツで MFA を取得している。レビの俳優デビュー作は低予算のホラー映画ゾンビナイトメアでティーンエージャーのグループのリーダーであるジム・ブラッテンという人物を演じたものだった。 この作品はミステリーサイエンスシアター3000のエピソードに登場したことで知られている。彼は1988年のテレビ映画リバラチビハインドザミュージックにスコット・ソーソンとの関係が終わった後のリベラーチェの知り合いとして出演している。テレビ出演の経歴としては21ジャンプストリートでのゲスト出演ビバリーヒルズ高校白書での出演36区 サーィー・ロックでのテレビプロデューサースコッティ・ショーファール、役などがある。イエール大学で演劇を南カリフォルニア大学で映画制作を学び、在学中の短編作品、ブロークンレコードがシカゴ映画祭で金賞を受賞。卒業後はテレビ業界入りし、ディズニーチャンネルでいくつかの作品を手掛けた後、2002年にビッグライアーで映画初監督。 コメディを得意とし、2003年にはスティーブ・マーティン主演の12人のパパがヒット。2006年には制作、監督を務めたナイトミュージアムが全米及び日本でも大ヒットとなった。レビは20世紀フォックスと制作契約を結んでいる。レビは2012年にベン・スティラー、ビンス・ボーン、ジョナ・ヒルが共演したコメディ映画エイリアン・バスターズをプロデュースしている。 彼の制作会社21ラップスは ABC、FOX のコメディシリーズラストマンスタンディングやネットフリックスの SF シリーズストレンジャー・シングス・ミッチの世界を制作している。レビは当初映画版マインクラフトの監督として発表されたがその後プロジェクトから離脱している。デビッド・オー・ラッセル、ニール・バーガーに続きビデオゲーム アンチャーテッドシリーズの映画化作品の監督を務めることが発表された。ジョーカー・ナハンは、レビと協力して本作の脚本を書き上げたが、レビは2018年12月19日にプロジェクトを離脱した。レビは、子供向けの長寿番組、セサミストリートをベースにした映画の制作に取り組んでおり、これは、セサミストリートプレゼンツ、フォローザットワードや、 アドベンチャーズ・オブ・エルモイング・ラウッチランドに続く同番組の3作目の映画で、なおかつ20年以上ぶりの映画作品となる予定である。2017年12月、ネットフリックスはレビトの4年契約を発表した。ストレンジャー・シングス・ミチの世界の成功により、彼はストリーミングエンターテインメント企業のために独占的にテレビプロジェクトを制作することになる。 2018年3月、レビはネットフリックス向けに、ジェームズ・ワンのアトミック・モンスター・スタジオと共に、自身の21ラップスエンターテイメントレーベルで、ステファニー・パーキンスのスラッシャー小説、ゼアーズ・サム・ワン・インサイド・ユア・ハウスの映画化作品をプロデュースすることが発表された。エリック・ハイセラーと共にレビは、自らの21ラップスとネットフリックスとの契約のもと、ファンタジー書籍、シリーズ、 グリシャ3部作とシックス・オブ・クローズ2部作を映画化した2021年のネットフリックスシリーズ暗黒と神秘の骨の制作葬式を担当している。2020年7月、レビがネットフリックス向けにライアン・レイノルズが主演を務めるアダムプロジェクトを監督することが発表された。レビはセレナと結婚しており4人の娘がいる。映画テレビ、ありがとうございます。